虐待エリアに戻ってきました。で、みーちゃんは見当たんないんですけど、なぎさちゃんが来たんで、今なぎさちゃんに、カリカリのチューブ入り、チューブじゃねえ、チュール入りのカリカリあげました。あの試供品のやつ。すごい警戒心強いです。でもなんかその方がいいです。虐待エリアですかね。ここは。さっきのね、喫茶店の猫ちゃんもね、警戒してたし。それでいいんです。で、動画撮り終わったら、もう一回みーちゃん探してみます。あー、ペロッと食ったな。ごめんな、ねえんだよ。ちょっとみーちゃん探してきまーす。どうした？お水か。